スライムランチャーの始めからゲームワン。シーがいっぱいの惑星ハルカーナを自分のペースでパーティーしながらサイブランチャーライフを楽しめるモード。ランチャーはハルカーナ星で暮らす牧場主のこと。スライムを飼育して牧場を発展させる。 OK。 地球からハルカー1000光年離れた惑星ハルカーナ、ベアトリックス・ルボーのスライムランチャーとしての新生活が幕を開ける。ベアトリックス・ルボー、覚えてみよう。ジャンプもできる。バイゲーム、イエーイ。マーケットで端末で換金しよう。11円。あとは自由に冒険しよう。いけない。ドライリーめっちゃいる。ほら。ダウフルーツ。あ、まだいる。出てきた。なんかある。おはよう、ごきげんよう、ベアトリックス。なんでおはようって言った。私はホブソン、追従ガーズ、スライムランチャー兼探検家だ。君に譲った牧場の元所有者でもある。よろしく。ずいぶん長い間スライムランチャー生活を続けてきたが、もう一度だけ冒険に出たい気持ちが抑えられなくなってしまってな。旅立つ前に見納めとして愛するハルカーナ星の隠しを丸ごとにした。老いぼれの独り言を書きつけたメモをあちこちに残しておいたから、気が向いたら探してみてくれたまえ。では次のメモでまた会おう。また会おう。あ、ミスったダリクリック押しちゃうな。あー、もういっぱいだ。ピューピースライムの餌とはならない。ニワトリの幼鳥、しばらくするとクルックかコケッコウに成長する。スライムは
どの種類のピヨッピーも決して食べようとしない。心は優しいが、そんなひどいことはできないのだというこのメルが他にまだ逃がすから。ということは、クルックかコケッコーになると食べる可能性があるってことね。1年も眠り続けるってどんな感じ？みんな見た？なんか全然想像つかないな。セブンジーコーポレーションの人たちにポットに入れられてからそっちに着くまでずっと目が覚めなかったんでしょ。信じられないよ。アルカナ星はどんな感じ？もう探検してみた？空気がいいって聞くけど本当？きっと綺麗なところなんだ。これ地球から来てんのかな、わざわざこれ。食用かお前。じゃあこっちにやりやがった。まあいいや。さあお金を貯めなくてはいかんな。一旦ね。さあ、あ、ここにもある。20まで入れられるのは知ってるから。冒険に行けねえわ。
てて。ペペペペペ。感じで生活していけばいいんだな。これ何？アルカネットはオフラインですよ。あ、拡張、なるほどな。金で新しいマップが開けんのな。やべ、ゾロフルーツ持ってきちゃった。へえ、知らんのいる、新しいのいる。募集じゃい。でかい。どうしたいの。あとでそれで運ぼう。どうしよう、参ったのこれ。出ちゃう出ちゃう出ちゃう。え、これどうすればいいのかな。なんか蓋とかあんのかな。え、でかいの出てきた。え、
ほど、ロングバリアがいるんだな。飛び出るな。あ、もう傾いちゃって出ちゃうんだ。でお金もらって。なんかいる。デブかお前も。それ吸えそう。イエーイ、ロックスライム。おお、地図がアンロックされたな。Thank you.
あら、お前そんなとこ入っちゃって。オッケー、これで高いのは背高シールドが買える。あ、ね、こんなまであんのかい。お前でかいの普通どうすんだ。高い。やれるゲームなのか。こんなことでさ、一生続いちゃうな。全部壊れた。それなんか実がなってるね。落ちた。